100週間後に巨大化するペットたち、こんにちは、ゼロマルです。火曜日はケツメリクガメのたわし、私はたわし。今日はたわしの甲羅をよく見てみよう。甲羅の一つの模様を拡大した画像なんだけど、綺麗な木目みたいだよね。黄色いところは生まれた時の甲羅で、そこから茶色の部分が徐々に伸びて大きくなっているんだよね。種類によってはこの甲羅の伸び方を見て年齢を推定できるらしいから、これこそ生きてきた証であり歴史なんだよね。その歴史を感じられるこの小部屋、たわしの甲羅には何個もあるんだけど、ここでクイズ。たわしの甲羅の小部屋はいくつあるでしょう。いつも見てる人ならわかるよね。ね。1、13個、2、17個、3、23個、横の飛び出しているところは含みません。それではシンキングタイムスタート。答えは測定の後ということで、第48週目の測定いきましょう。まず体重から、先週は 1247.0g でしたが、1256.5g プラス 9.5g、 今週は微妙な伸びでした。続きまして身長、先週は 23.4cm でしたが、23.8cm プラス 0.4cm、 身長は大伸びでした。もっと大きくなって、さらに年季の入った貫禄のある甲羅に成長してくれよ。それではクイズの答え、正解は1の13個でした。当たったかな。へえ、そんな少ないのか。ん、何、分かってたよ。この問題作る前から分かってましたけど、何か？この真ん中の5個を対抗板、横の8個を六甲板というらしい。ここやここはまた違う名前がついていたり、お腹側の甲羅にも名前がついているから、気になった人は調べてみてください。次は木曜日、サルバトールモニターのカマロを測定していきます。お楽しみに。バイバイ。